三坂土井駅は岡山県三坂市土井にある西日本旅客鉄道姫新線の駅である。当駅から津山方面は岡山支社の管轄となる。校内津山方面に向かって左側に短式ホーム一面一線を持つ地上駅。木造の駅舎を持つ。行き違いのできない防線駅のため津山方面行き、斎方面行きとも同一のホームに発着する。 かつては交換設備を備えていたようで、反対側には廃止されたホームの跡が残っている。津山駅が管理し、タクシー会社に切符の販売などを委託する簡易委託駅である。マルス端末やポス端末は設置されておらず、携帯車発揮による発見を行っている。駅東側には、かつての鉄道館舎が2軒続きの長屋1棟、1戸建て2棟の計3棟残っている。 1>, 1日の平均乗車人員は、以下の通りである。旧出雲街道土井宿のサ門。宿場町の両端に草門を備えていたのは、全国的にも稀であるとしてサ門のみ復元された。駅より、徒歩1分。ありがとうございます。